皆さんお待たせいたしました。今回はね、ライフログの完全解説動画になります。で、ライフログお使いとは、写真に位置情報を紐付けることでお使いを発生させることができる技ですね。このライフログに関してはやり方よりもね、なぜ出ないのかってことの方がね重要なんですよ。だからね、まずはね、さらっとやり方だけを解説した後に、なぜ出ないのかを重点的に解説していきます。そしたらね、まずはやり方からいきますか。まず最初にここの地図の部分をタップします。そうするとこんな感じでね、いろいろ項目が出てくるんで、ここの項目がライフログになっていたら OK です。それでここの十字マークあるじゃないですか。この十字マークをタップします。でここにログの追加というのがありますので、これをタップします。左側をタップします。でこの画面になると思うんで、好きな画像を選択します。はい、画像を選択しました。位置情報欄があると思うんですけど、ここね、色書いてあると思うんで、ここをタップします。それでここからが重要でして、位置情報をね、欲しい苗の場所に指定するんですけど、ここの指定する場所がとても重要となってきます。まずその日に行ってない場所、つまりね、ピクミンブルームで足跡マークがついていない場所ですね。そういう場所にライフログお使いを出すのであれば、自分の今いる現在地から直線で10キロ圏内、10キロ圏内の場所に出してください。足跡マークがついている場所にピンポイントでライフログお使いを出すのであれば、10キロ超えていてもお使いが発生する時があります。ちなみにこの白いもやがかかってる場所と、もやがかかってない場所みたいなのあるじゃないですか。これはライフログお使いに関しては全く関係なしで、こっちもこっちも同じ扱いとなります。足跡マークがついてるかどうかがとても重要でして、仮に足跡マークがついてなくても、ついてなかったらこっちもこっちも同じ扱いとなります。今回適当に合わせます。ついてない場所で今回やるかな。この10キロ圏内であれば、ここの足跡マークがついてなくて、その地図がね、表示されてない場所でもライフログを使いを発生させることができます。 OK をします。で保存ですね。お使いを今から確認します。お使いを確認した上で、ここの苗の横にこの自分が選択した写真がくっついていましたら、ライフログお使いは成功となります。それでここからなんですけど、なぜ出ないかについての解説となります。まあ一言で言うと、今から言う3つの条件を全てクリアしないとライフログお使いは出てこないからです。まずは距離の問題からいきますね。これはもう先ほど話したことなんで、まあ復唱になってしまうんですけれども、その日に行ってない場所、つまりね、ピクミンブルームをやっていて足跡マークがついていない場所でライフログを出すのであれば、自分の現在地から直線で10キロ圏内の場所、直線10キロ圏内の場所であれば、たとえね、その日に行ったことのない場所でもライフログお使いを出すことが可能です。逆に言えば、その日に行っていない場所でもう自分の現在地から10キロ以上離れている場所にライフログお使いを出すことはできないです。ここはもう注意ですね。だから外出した時にたまたま10キロ圏内に空港があるとか、そういった時にはそのライフログお使いをね、そこの外出先から出したりとかするのはね、かなり有効的な使い方だと思いますね。まあ大体10キロって考えておいてください。で次ですね、その日にすでに行ったことのある場所、つまりそのピクミンブルームやっていてマップ上にね、足跡マークがついている場所だったら、そこの足跡マークがついている場所にカーソルを合わせまして、でそこでライフログを使いを出します。それをすることで10キロ離れていてもライフログを使いを出すことは可能です。自分がやってみた感じなんですけど、自分家から横浜までだいたい40キロぐらい離れてるんですけど、そこの位置で足跡マークがついている場所で自分の部屋からライフログお使いを出しても横浜のね、苗を出すことができました。だからこれに関してはまあ間違いがないのかなって気がしますね。ライフログと足跡はかなりとてもね、大事な関係であるということが言えると思います。次はね、セルの問題となります。セルっていうのはここのピクミンの項目をタップして、マップをとても拡大させると、こんな風にピクミンがね、マス目状に敷き詰められていると思うんですけど、これがいわゆるセルというやつですね。でこのセルにもうすでにピクミンがいたら、そこの同じ場所にライフログを出してもピクミンを発生させることはできません。
だからライフログを使いを出すのであれば、ここの空いている場所にその位置情報のカーソルを合わせる必要があります。で最後ですね、で苗ソースの問題となります。まあ、これに関してはね、あのポケモン GO やってる方だったらピンときやすいと思います。あのピクミンブルームの苗ってね、おそらくこんな風に存在していると思われているんですよ。まあ、見た感じですと、つまりね、苗はねマップにびっしり埋まってるわけではないんですよね。まあ、こんな風にね点々点とした感じで埋められてると思うんですよ。でなんでびっしり埋めてないかっていうと、もうサーバーがとんでもないことになっちゃうんですね。そんなことをしたらもうピクミンブルームただでさえ重いのにさらに重くなってしまうんで、こういう風にしているんだろうなって気はするんですけれども、つまりここの苗が埋まっている場所にピンポイントにライフログを出さないと苗が出現しないと言われております。苗がその場に埋まっているかどうかに関しては、あのそれを確かめる方法は、実際にライフログを使いを出してみて、ライフログを使いが1と2 の、 そのさっきの言った距離とセルの問題をクリアしているのにもかかわらず、ライフログを使いが出なかったら、もうその場に苗が存在していないんだって思っちゃっても問題ないかなと思います。穴を掘る作業みたいな感じなんですよ。苗が埋まってそうな場所にライフログを出す。で実際に埋まってるかどうかに関してはライフログを出してみないとわからないんで、もう何回もね繰り返しになるかと思います。出してやめて出してやめてみたいな。だから一発で出ることの方がもしかしたら稀だと思うんでね、何回かやってみるのがやっぱりいいんじゃないかなって気がしますね。でこれでは全ての問題をクリアしている必要がありまして、仮にこの1の問題、まあ、距離の問題全然大丈夫だよって思ってても、そのセルがね埋まってたらもうダメですし、このセルも大丈夫だし距離も大丈夫だけれども、苗がその場に存在していなかったらライフログは出ないしって感じで、まあ、この3つの条件を全てねクリアしている必要があると思われます。それで苗が発生しなかったら、以下の方法をすることでやり直しをすることもできます。先ほどの画面、このライフログの画面に戻れまして、お使いが発生しなかったらこの写真をタップします。このゴミ箱マークをタップします。でこのゴミ箱マークをタップしましたら、ログを削除しますと出てくるんで、ここの削除ボタンを押します。これで OK です。これを消すことでまたね一からライフログチャレンジをすることができるんで、これをもしねライフログが出なかったらこれをやってみてください。ここからはねライフログに関する役立つ情報を伝えていこうかなと思います。このライフログを使い1日に発生させられることができるのは1回だけです。その9時から始まる振り返りあるじゃないですか。それでお使いが発生してしまった場合はね、画像を削除したりお使いの中断をしたりね、苗を捨てたとしても、もうその日はねライフログを使い発生させることはできないので諦めましょう。まあ、9時からの振り返りじゃなくても、もうその日にねライフログを使い発生させてしまったら、もうその日は終了ということですね。9時からのね振り返りでライフログを使いがうっかり発生することがやっぱあるんですよ。そう、こんな場合ね、もうこれで写真を保存するって押したらうっかりライフログを使いが出ることがあるんですよ。でそれがねもったいないなって思う方はこれをしてください。もうここで写真の保存をした途端にライフログを使いが発生する可能性があるんですよ。だからこの写真の保存はしないで終わらせます、ライフログを使いを。どうやるかっていうと、もう簡単で、ここのチェックを押すだけで、チェックを外した後に写真を保存せずに続けるってなっていたら、これをタップして、でこれで終了です。これをすることでこの9時からの振り返りの時にライフログを使いを発生させることは阻止することが可能となっております。次ですね、過去に撮影した写真でもいけるし、その同じ写真をね何回も使い回すことも可能です。だからぶっちゃけ写真じゃなくてもいいんですよ。ネットから適当に拾ってきた画像をライフログを使いに貼り付けても全然お使いは発生します。それでこれですね、あの事前に位置情報がついた写真でもライフログ時に位置情報を変更すれば、変更した位置情報での使いを出すことが可能です。あの iPhone とかの設定で写真を撮った途端にその写真に位置情報を紐付けてくれるようなサービスがあったりするんですけれども、
それをしてその写真に位置情報がついているものをライフロゴを使いで選択しても、位置情報を変更すればその変更した場所でのライフロゴを使いを出すことが可能となります。これはその上書きができるってことなんでね、その写真に位置情報がついていても、まあまああまり気にせずね、ライフログの画面から位置情報を変えればいいのかなって思います。ライフログの回数リセットは0時なんですよ。だから0時になったらまた復活するってことで、これは探知機と同じですね。それでライフログ自体はいつでもね、自分の好きなタイミングで発生させることが可能です。0時になった途端に、まあ、ライフログガチャをするのでもいいし、その暇な時にやるのでもいいし、好きなタイミングで出すことが可能となっております。まあ、とりあえず今回は、基本的な要素の解説をしました。もう一度ライフログが出ない条件を振り返りますと、距離の問題、その日に行っていない場所でしたら自分の現在地から10キロ圏内の場所でしかライフログは出せない。で、足元マークがついている場所であれば10キロ以上離れていても出すことができるけれども、これがねどれだけ離れた範囲で有効なのかは不明。で、次はセルの問題ですね。セルでねピクミンが埋まっていたらライフログを使いを出すことはできませんと。で、最後に苗ソースの問題で、このピクミンブルームのマップ上に苗がそもそも埋まっていなかったらライフログを使いを出すことができない。まあ、この3番目が最後の砦ですかね。で、もし出なかったら写真を消すことで何度もリセットすることが可能となっているってことで、今回はね覚えていただければ幸いでございます。本当に今回基礎編ということで、次回はねこれのライフログを使った裏技みたいなのを紹介していきたいんで、次回の動画もお楽しみにしていただければ幸いです。それでは今回は以上とさせていただきます。ありがとうございました。